JR 国分寺駅南口にあります額縁屋次男画房2代目店主長谷川です。はい、今日はですね、こういった箱額、ボックス額とかね、ちょっと標本箱っぽい額縁にね、こちらのね作品、お客様からねちょっとお預かりしてる作品なんですけど、こちらをねセットしてみたいと思います。で、こういった標本箱タイプの額縁、各メーカーさんからねいろいろ出てると思うんですけど、今回は同社さんっていうメーカーさんでね、出してます。細角箱、乳白、サイズはね、サムホール用。こちらを使ってちょっとやってみたいと思います。でですね、こちら、裏返していただいて、裏蓋を開けていただくとですね、裏蓋の中に、この角箱の、細角箱の場合は、もう一枚ね、ベースに作品を固定するためのベースとなる板が1枚入ってます。こちらにね、作品をセットすることになります。でですね、こちらはね、サムホール用にサムホールのサイズを作品額装するので、上下左右マット幅均等に開くようになるんですけども、例えばちょっと変形のね額縁でも、これより一回りなんか比率が違うような額縁入れる場合だと、このマット幅がね、均等にはいかないと思いますんで、その場合は、ちょっと調整してみてください。この場合ですと、このベースとなるね、板の上に作品をちょっと角合わせて乗っけると、どれぐらい余るかちょっと一回測ってみますと、8センチ余るということなんで、マット幅っていうか、このね、ここの部分は4センチずつ開くっていう計算になりますよね。ですので、だいたい4センチぐらい開くんだなっていうことでね。この調整がね、一番肝になると思うんですけどね。本当はちょっとシャーペンかなんかでね、軽く印かなんかつけてもらってもいいと思うんですけど。じゃあ、4センチぐらいのマットをね、取っておけますよってことが分かったと思います。でですね、これを、このベースに固定するのにですね、今回は木ネジでね、作品固定したいと思うんで、ですね、まず木ネジの位置を決めたいと思います。4センチ取って、これがパネルの作品なんですけど、ここの幅が、約2センチ、ここね、ここの幅が2センチぐらいあるんで、ここから1センチのところに木ネジ打ちたいなっていう場合は、ここから5センチのところに、ネジをね、打つような感じになるんですけど、ちょっと裏返してもらって、5センチ測ってもらって、ね、シャーペンとかでね、ピッと。線をね、こうやって引いてもらって、これを1、2、3、4箇所ね、引いてもらえば、まずいいかと思います。ちょっと一旦止めます。はい、ちょっと再開しました。でね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、4箇所、こっからね、5センチのところに線を引いてみました。で、これが裏側なんで、表側ね、先ほど計算した通り、作品を乗っける位置が周り4センチ取ったところになるので、ちょっとね、定規でうまく測って、定規ね、あれば2本とかね、使うとね、やりやすくはないかもしれないけど、ちょっとバランスが分かりやすいかなと思います。だいたいね、4センチのところの中央にね、作品を置けましたんで、でですね、木ネジを打つためにはちょっとひっくり返さなきゃいけないんでね、これ、作品がデコボコしていたり、ちょっと濡れてたりすると、この技は使えませんけど、上にね、ちょっと何かしら乗っけていただいて、でですね、こういった大きい
クランプっていうんですか、洗濯バサミのお化けみたいな、これでちょっとね挟んで、作品濡れてたりするとちょっと使えませんけどね、このまたね。でひっくり返していただいて離すと。で先ほど線引いた線状のね、でちょっとずれちゃったりすると困るんで、ちょっと重し置いておきます。さっき線引いたね、線状にネジを打ち込めば、パネルの、3の部分にぶつかると思いますんで固定されるっていう寸法なんですが、うまくいきますかどうか。でまあこれはサブホールなんでちっちゃいんで、まあ、そんなにネジね打たなくてもいいと思うんですけど、まあ、これは作品のね大きさによってだいたい具合見てやってみてください。これ今打ってんのは普通のね木ネジ、ちょっとちっちゃい木ネジですけどね、こんな木ネジ打ってます。まあ2箇所ぐらい打ったらね、ちょっと1回様子見てもらって、位置がねずれたりしてないかなっていう確認をしていただいて、まあ大丈夫でしょうということであれば、残りのね何箇所かネジで止めてもらいたいと思います。まあ、ちょっとこういうね道具ないといちいちネジ打ち込むの大変かもしれませんけどね、あのキリキリっていうか千枚通しとかでちょっと下穴開けてからやった方がやりやすいかもしれませんね。作品が乾いてない場合どうすんじゃいっていう疑問があるかもしれませんが、それはちょっと今作品によってね、やりようはちょっと違ったりします。で、まあな、今ね、1、2、3、4、5、6本ネジ打ってみました。でこれで完全に一応ね、ベースに作品固定できましたんでね、あとはちょっと額縁の方に入れてみたいと思います。でですね、今これアクリル入ってるんですけど、アクリルの両面にですね傷防止の保護フィルム貼ってあります。これ剥がちょっと剥がさないとね、曇りガラスみたいに見えますけど、剥がすとちゃんと綺麗な透明なアクリルになりますんでね。で両面貼ってあるんで、大概ね、あの片面だけ剥がして曇ってるなんていうクレームがたまに来ますけど、両面剥がしてください。で、これはね中さんですね、入れてもらって、でまあ、この額縁に関しては上下左右ね、あ 上下とあの釣り金具、あ釣り紐をつけるね金具ついてますんで、上下気をつけて、入れてみてください。よいしょ。まあ、作品がね大きくなるとねちょっと大変かもしれませんけど、まあ、小さい額縁はねこんな感じで作品セットできました。以上簡単ですけどね、額箱ボックスタイプの額縁の、作品のセットの仕方のご紹介でした。額縁は次男画坊は国分中央線の国分寺駅南口にあります。よろしくお願いします。ありがとうございました。